白バラのヨーク、赤バラのランカスター、バラの紋章を持つ王族たちによる王座をめぐる戦い、人はそれをバラ戦争と呼ぶ。ランカスターから王座を取り戻す王冠は父上の頭上にこそふさわしい。あの輪の中には楽園がある。あらゆる歓喜、幸福があなたを必ず王にしてみせます。どうしたリチャード、降参か。さすがエドワード兄さん。リチャード様のおそばにいること、それが私に与えられた役割です。僕はもう王なんかじゃない。調子に乗るなよ、汚れた悪魔め。涙などいらない。この身を焼く炎を沈められるのは涙じゃない。俺は影、光の裏の闇。俺は神だって殺してみせる。バラ王の葬列、2022年1月放送開始。